第22回の新しい政策研究会の定例会をこれから開会させていただきます。まず会期の件、それから採決日等についてはちょっと情報錯綜しておりますが、まだ決定していないようでございますが、松野頼久先生が12時10分過ぎにはご到着だと思いますので、松野先生からお話しいただくのが一番正確なことになるのではないかというふうに思います。ということで、それはマスコミの皆さんは退出していただいた後ということになりますが、まず、小沢会長から本日のご挨拶をよろしくお願いします。皆さんご苦労さんでございます。いよいよ大詰めになってまいりましたが、まず最初にご報告をしながらご挨拶させてもらいますが、先ほど越石幹事長に、お会いしてまいりました。一昨日からぜひ会いたい、こういうお話がありましたので、本日30分お話をしてまいりました。越石さんと私はそんな何十年の長い付き合いじゃありませんが、民主党になって以来親しくさせてもらってますんで、今まではあんまりこのお互いに実を言ったことはなかったので、結果だけでの話で終わってたんですが、今日は消費税の採決も近い大詰めの国会ということで、私の方から私どもの主張を改めて申し上げさせていただきます。お分かりのことと思いますが、お聞きくださいということで、言ってまいりました。私たちの主張は簡単に言えば、3年前の政権交代の総選挙、その総選挙におきまして、国民皆さんに訴えたもの、約束したこと、それを全力でその実現のために、努力を継承することであります。私どもはそのことをずっと言い続けてきたわけであります。しかしながら今日の現状を見ると、我々がその時に国民の皆さんに約束したこと、一つは当時の機構を変える、行政の仕組みを抜本的に大改革をする、その中でいろんな矛盾や不平等を解消し、お金の無駄を徹底的に省くと、それによって我々の当面の新規政策の財源に充てるということを我々は主張したはずであります。あえて付け加えましたが、野田総理もあの時にシロアリ退治を徹底的にやるんだと、こう選挙で演説したと記憶いたしております。ところが、まだシロアリがうじゃうじゃいる間に、その政策が先行するというのは我々としては理解できません、ということが一点。もう一つは社会保障の点です。社会保障、税と一体改革といっても、社会保障はの我々のビジョンはどこかに置き忘れられてしまっているのような現状です。そもそも政権交代は消えた年金、